神様に私たちに預言者を与えてくださったことを感謝します。先日大好きな母とかつて通っていた古い石造りの教会堂へ行きました。数十年前に出席していた同じ初等教会の部屋から聞こえてくる可愛い声に引き寄せられ、部屋の後ろから入り、優しい指導者たちが今年の神の子ですというテーマについての、教えているのを見学しました。忍耐と愛のある当時の教師たちのことを思い出して笑みがこぼれました。歌の時間に長椅子の端にいるやんちゃな男の子だった私を見る教師たちは、本当に神の子なの、誰がこの子を送ってきたんだろうというとでも言うかのようによく目を向けてきたものです。私たちの霊とともに私たちが神の子であることを証ししてくださる聖霊に心を開くよう皆さん一人一人をお招きします。以下はボイド・K・パッカー会長の語った分かりやすく尊い言葉です。皆さんは神の子です。神は皆さんの霊の父です。霊に関して皆さんは天の王の子孫であり高貴な生まれなのです。この真理を心に刻み込んで決して忘れないようにしましょう。皆さんの肉親の先祖が何世代まで遡ろうと、皆さんがどのような人種や民族に属そうと、皆さんの霊の系図はたった一本です。皆さんは神の子なのです。ブリガム・ヤングはこう言いました。皆さんは御父にまみえるとき、昔から知っているお方にまみえるのです。御父は皆さんを見てに受け入れられます。皆さんは御父の腕の中に抱かれ、御父に接吻するのです。モーセは顔と顔を合わせて主と語ったときに自分が神の子であることを知りました。その経験の後、神の子であるというモーセの自己像を巧妙に歪めようと企むサタンが来て誘惑して言いました。人の子モーセよ、私を拝みなさい。そこでモーセはサタンを見て言った。お前は誰だ、見よ私は神の子だ。サタンはさまざまな武器を用いて私たちの神との関係に対する信念と知識を破壊しようとしています。恵まれて私たちは時の初めから自分が何者であるかをよく理解していました。それは我々の形に我々にかたどって人を作ろうと神が言われ、生ける預言者が人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末と受け継いでいますと宣言しているからです。この真理を確信を持って知ることは私たちがあらゆる試練や苦難問題を乗り越える助けになります。主の人の一人は個人的な悩みで苦しんでいる人をどう助ければよいでしょうかと聞かれてこう答えました。彼らが神の子であることと彼らが地上にいる目的を教えてください。この力ある真理は私の友達のジェンの人生を変えました。ジェンは10代の頃大きな交通事故を起こしました。自分の身体的外傷もひどかったですが、彼女は相手側の運転手が亡くなったことにそれ以上どうしようもない痛みを感じていました。私のせいで誰かが母親を失ったとジェンは言います。私たちは天の御父の娘です。天父は私たちを愛しておられます。ほんの数日前まで立ってこの言葉を暗唱していたジェンは疑問を持つようになりました。御父が私を愛してくださるわけがない。ジェンは言います。怪我の痛みは治まりましたが情緒的霊的な傷が癒えることは決してないだろうと思いました。ジェンはどうにか生きていくためにそんな気持ちを心奥底にしまい塞ぎ込むようになりました。1年後やっと事故のことを話せるようになると、霊感を受けたカウンセラーは私は神の子ですという言葉を書いて毎日10回ずつそれを言うようにとアドバイスしたのです。書くことは簡単でしたが言えませんでしたと当時を振り返ってジェンは言います。現実に引き戻され神にとって私が必要な子供だとは思えませんでした。私は膝を抱えて泣きました。数ヶ月後ジェンはやっとそのノルマを毎日果たすことができるようになりました。彼女はこう言っています。心を全部注ぎ出して神に嘆願しました。するとその言葉が信じられるようになってきたのです。これにより主が
ジェンの傷ついた心を癒せるようになりました。モルモン書が主の贖いの中に安らぎと勇気をもたらしました。ジェンはこんな結論にたどり着きます。キリストが私の苦しみや悲しみ、罪悪感を感じられました。私は神の純粋な愛を感じたのです。これほどの力を感じたことはそれまでありませんでした。自分が神の子であることを知っていることは、私の持つ知識の中で最も力ある知識です。自分が神の子であることを理解する力をどうすれば経験することができるでしょうか。それは父なる神を知ること、知ろうと努力することから始まります。ラッセル・エムネルソン大官庁はこう明かししています。神の子が神とその愛する恩子についてさらに知ろうと努めるとき、大いなることが起こります。救い主について学び、救い主について従うと御父のことが分かるようになるのです。恩子は御父の本質の真の姿であって、子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができないとイエスは教えておられます。イエスのあらゆる言葉と行いは神の本質と、また神と人はどのような関係にあるのかを示しています。ホランダ長老はこう教えています。主の体のすべての毛穴から血が流れ出て、苦悩に満ちた叫びが主の口から発せられ、キリストはそれまでいつも頼っていたご自分の御父に頼り、アバと叫びました。今の言葉ではお父さんでしょう。イエスがゲッセマネで熱烈に御父をお求めになったように、少年ジョセフ・スミスも1820年に聖なる森で神を祈り求めました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は神に願い求めるがよいという言葉を読んで、ジョセフは祈りに行きました。こう書いています。私はひざまずいて心の願いを神につけ始めた。私は自分の真上に光の柱を見た。私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人の方が私の上の空中に立っておられるのを見た。すると、そのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさい、と言われた。救い主と預言者ジョセフ・スミスの模範に従って、熱烈に神を求めるならば、御父が自分を名前でご存知で、自分が御父の子供であることが、ジェンのように自分の経験を通して分かるようになります。若い母親の皆さん、罪に屈しない世代を育てる中で打ちのめされうまくいかないと感じることがあったとしても、神の計画の中での皆さんの重要な役割を決して過小評価しないでください。幼い子供を追いかけ回していると焦げ臭い匂いが台所からしてきて、愛情込めて作った夕飯が飯菜になってしまったことに気づくことがあるかもしれません。そのようなイライラする出来事が起こったら、神があなたの最もつらい日々を性別してくださることを思い出してください。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。主は穏やかにそう言って安心させてくださいます。ジョイディ・ジョーンズ姉妹は、私たちの子どもたちは自分が神の子であることを理解する資格があると言っています。その期待に応えている皆さんを称えます。私たち皆が神とその恩子を求めるよう進めます。ネルソン大官庁はこう言っています。モルモン書以外にこのような真理をはっきりと力強く教えてくれる書物はありません。モルモン書を開いて、神が確かに私たちの繁栄と幸いのためにあらゆることを行われ、慈悲と恵みに満ち、怒るに遅く、長く耐え忍び、慈しみ深く、すべての人は神にとって愛しい存在であることを学んでください。人生の極限的な状況の中で傷ついたり、途方に暮れたり、恐れたり、怒ったり、悲しくなったり、見捨てられて希望を持てなくなったりした時は、モルモン書を開くと次のことが分かります。神は決して私たちをお見捨てになりません。これまでもそうでしたし、これからもそうです。御父を知るようになると、全てが、特に心が変わります。自分が本当に神の子であって、神の目に大いなる価値があることを御霊が教えてくれるからです。私たちが祈りで嘆願し、聖文を調べ、従順になる努力をして神を求めるならば、神は聖約の道を私たちと共に歩いてくださいます。私は全能の神を愛しています。神は私たちが悲しむ時に泣き、私たちの不義を根気強く懲らしめ、私たちが神を知るために罪をすべて捨てようとする時に喜んでくださいます。私の礼拝する神は常にみなしごの父、友のいない者の友であられます。私の父である神を私が知るようになったことを感謝を込めて明かします。そして
神の完全さと属性、卓越した特性について明かします。唯一の誠の神と、また神が使われされたイエス・キリストを知ることによって、自分が神の子として持つ聖徳権を私たち皆が真の意味で理解して大切にすることができるように切に祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。